東屈字は兵庫県丹波笹山市藤岡奥にある天台宗の寺。大火年間に報道千人によって開かれたとされ、五代山の三号の由来は寺のある山に五代岩と呼ばれ、篠の山市文化財指定にもなっている五つの大岩があることから中国の五代山にちなんで名付けられたと伝えられる。歴代篠の山城主の祈願書ともなっていた。 英六年間には三十二四十九院七、動画欄を持っていたが、天正七年、明智光秀の陛下より、すべて消失した。この際、本尊の十一面間世音、菩薩、脇地の不動明王、微車門天皇、薬師如来は無事であったと伝えられ、現在も微車門堂には微車門天皇、恵比寿堂には恵比寿が祀られている。江戸時代には、 藩主松平家や篠山城主らによって、最高を果たし、歴代常識願書として栄えた。近年は、東屈寺霊園を併設し、永代供養母経営など無縁社会時代を睨み、母園経営にも注力する。本堂より、約600メートル登った場所に、岩屋の観音さんとして、古くから地元で親しまれている岩屋観音があり、坪森観音と呼ばれる。 観音像が祀られ、本尊となっている。観音堂内には、地蔵菩薩、釈迦如来、文字菩薩、普賢菩薩の釈迦三尊が祀られる。観音堂裏手には、洞窟があり、人身ごを要求するおろちを供化したと伝えられる、報道千人の石像が祀られている。また、観音堂へ至る山道沿いには、不動の滝や新行塔など多くの史跡が点在し、観音堂からは、 篠山盆地が一望できる。また、五代岩とその周辺の岩には、シ,シラ蘭、富士シダ大富士シダなどのシダ植物や、多種類の貴重な苔類などが観察される。その他樹木などの植生は、荒菓子、裏白菓子など、どんぐり類の木が多く見られ、多様な動植物の宝庫として、里山触れ合い森づくり事業の一環として、兵庫緑校舎による森林、 歩道の整備がなされている、宗教法人天台宗東屈辻。ありがとうございます。